サザランドは、スコットランドのハイランド北部の地方であり、ハイランド議会、コミッティエリアの一つである。軍の中心都市はドーナホである。1890年から1975年にかけて、地方自治は、サザランド軍議会によって運営されていた。また、イングランドとの合同以来、選挙区の一つでもあった。サザランドとケースネスの厳密な境界線は最近まで定まっていなかったが、 1975年の再編により、ハイランドに組み込まれ、地方議会もハイランドに統一された。2007年には、再度の境界線改定が行われることになっている。道の区以外は、人口はまばらで、軍全体でも2001年現在、1万4000人に満たない。ハイランド全体で、少子高齢化が進んでいるが、サザランドはそれに加えて過疎化が進行しており、 2017年には65歳以上人口が49%を占めると試算されている。スキーボジョー古くはバイキングのノース人がトライス勢力を張っていた。ノース人は北の島所部からやってきて南の島の位からサザランドと呼んだ。スコットランド王国がその勢力をサザランドに及ぼしたのは15世紀に入ってからである。族制度が行き渡り、 サザランド氏族が自治を敷いていた。サザランドは1707年以降イギリス議会の会員に終選局及びドーノック都市選区代表を送り込んでいた。1918年の選挙法改正で終選局と都市選区は統一され、ケースネス・サザランド合同選区となった。さらに1997年にも再編があり、ロスクロマキ軍東部と統一された。 こうした再編は、ハイランド全体の相対的人口減少が背景にあった。ありがとうございます。